海外漫画の本棚。今日の海外漫画の本棚は原さんのおすすめ作品ですね。よろしくお願いいたします。はい、えっ、ー、と今回は僕のおすすめ作品ということで、チャールズ・バーンズという作家、えー、ですね。えっ、ー、とアメリカの作家ですけど、チャールズ・バーンズのブラックホールという作品を取り上げたいと思います。えっ、ー、とこれはシーナ・ゆかりさんの翻訳で、小学館集英社プロダクションから2013年。 出版されましたもう10年以上前です、ね、えっ、ー、とで本の袖のところに作者チャールズ・バーンズの長い略歴がついてるんですけどまあ結構長い略歴なんですけどアマゾンの作品ページまあ今も残ってるわけですけれども、えー、とそちらに短めの略歴があるので、えー、とそちらを読み上げますね。 チャールズ・バーンズという作家で、1955年ということで、あの、まあまあ、あの、もう結構いいお年なのかな、はいえー。1955年、ワシントン DC 生まれ。えっと、大学でファインアートを学んだ後、80年代にオルタナティブコミックの中心的雑誌、ローなどで活躍。白と黒の強烈なコントラストが特徴的な絵柄で、アートシーンでも評価を高め、タイムやニューヨーカーの表紙、 イギーポップのアルバムジャケットを手掛けるなど多方面で活躍しているえ。ということでございますね。で、えっと、この本の一番最後に、あの、翻訳者の椎名ゆかりさんの解説。はい。よかったかなあ役者後書きが、か。役者と書きがついてて、はい、まあ、その中でも、あの、書かれてますけど、80年代には、一時イタリアに滞在していたと。 それで、はい、えっと、イタリアの有名な作家、ロレンツォ・マットって言っていますけどね、えっと、彼がやっていた雑誌に、えっと、寄稿していたりとか、まあそういったなんか交流もあったりすると。はい。いうことでございます。で、このブラックホールという作品なんですけど、もともと一番最初はアメリカのキッチンシンクプレスっていうところから、えっと、コミックブックの形式で出版されてました。で、1995年、 えー、スタートでそこから4号まで、えー、とそのキッチンシンクプレスから出たんですけど、うん、その後キッチンシンクプレスっていうのがなくなるんですね。それでちょっと、まあ、あの前後関係は,はっきり僕知らないですけれども、も、えー、キッチンシンクプレスからファンタグラフィックス社に移籍する、うんまあ、なくなる前から移籍だったのかもしれないですけどね。えー、で、ファンタグラフィックス社に移籍して、えー、とそのまま、えー、と5号から、えー、と <laughs> 12号まで、はいえー コミックブックでの連,連載って言っていいのかな、コミックブックでの出、えー、版が続いたと。えー、で、全12号でもともとは出ていたものですね。で、それが、えー、と2005年に単行本としてまとめられます。で、えーと、その時はパンテオンブックスから刊行されているんですけれども、はい、えということでございますね。で、2006年、あのー、単行本が出た翌年には、ハーベー賞のベストグラフィックアルバムっていうのを受賞していたり、 それから同じ年、イグナッツ賞のアウトスタンディング・アンソロジー・オア・コレクションという、そういう賞を取っていたり、さらにその翌年にはフランス語に翻訳されていて、2007年ですね、アングレム国際漫画祭の重要作品賞、えっと、最優秀作品賞というのはそれとは別にあるんですけどね、えっと、4つぐらいあるうちの1つじゃないですかね、重要作品賞っていうのを受賞しているということで、あの、世界中で評価が高い作品でした。 で、その後しばらく経って2013年にこの日本語版が刊行されたということでございますね。はい。で、えっと、あらすじなんですけれども、えっと、主人公はキース・ピアソンっていう名前でいいのかな多分ね。キースっていう、えっと、男の子ですね。ね。で、彼は高校生ってことなんだと思います。で えとある日、彼は2、ね、人の仲間と一緒に、まあ、ドラッグをやるために、まあ、ドラッグとかやっちゃったりするわけですけれども、相当なドラッグがそで出てきますがね、ドラッグをやるために、えー、と仲間内でプラネットゼノっていうふうに呼んでる、まあ、山、えー、の,その空き地を訪れるわけですね。で普段は誰も、えー、といないわけですけれども、えー、とその訪れたときにはなんかこう変な兆候がいろいろ見られると。 えっと、うん、まるで脱皮でもしたかのような人間の女性の肌みたいなものがあったりとか、えー、それからあとは、まあ、顔の皮膚が、えっ、ー、と、ただれた、えっ、ー、と、崩れかけた、うん、えっと、ある人物と遭遇するとかね。 えー、まあそういうようなことが、えっ、ー、と、起きたりするわけです。で、どうやらその人たち、一、えーまあ、人だったかな、最初ね、えー。その人物はその場所で暮らしているらしいということが、まあ見えたりするわけですよね。で、ちょうどその頃、そのマ、まあ、キース高校生なんですけれども、えっ、ー、と、彼の周辺ではある感染症が流行していたわけです。それは性行為を通じてのみ感染する感染症で、それにかかると体のどこかしらに危険が生じる。 えー、というものだったり、えー、するわけですね。で、えーと、その感染症は、キースが片思いをしている女の子がいるんですけど、えー、とクリス・ローズっていうね、えー、その、はいえー、女の子の、えー、と体にも及ぶ、えー、みたいなことが起きていきます。で、物語はそのキースと、えー、それから彼が片思いをしているクリスを中心に、はい、えとかつては平穏だった彼らの生活っていうのが少しずつ、まあ、変化。 してい、うん、ええやおなく変わっていくその様子を描いていくとこういうお話でございます。はい、えっ、ー、と森崎さんいかがですかこの,この作品。いやあこの作品やっぱりすごいグロテスクなんですよね。<う>読んで読んでいてやっぱりうってなるようなあのシーンがたくさん出てきて、うん、で。うんうん しかも、やっぱこのチャールズ・バーンズさんの特徴だと思うんですけれども、先ほどね、あの、この作者さんの紹介のところで、この黒と白のコントラストがっていう話をしてたと思うんですけれども、うん、やっぱこの人の、なんていうんですかね、影の、影の描き方とかが、やっぱりすごく恐ろしいというか、うんうん、あの、なんかちょっとゾッとするような描き方をされるら、あの、される作家さんで、うん、で、 前編を通してやっぱすごく恐ろしい。なんかよくわからないけれども恐ろしいみたいな。で、今、その感染症がはや、あの、このね、若者たちの間で伝染していって、で、その、こう、うん 体の一部がすごい危険になってしまうみたいな。うん、で、それがどういうふうに現れるのかっていうのが人によってやっぱり違うんですよねうん、うんで。その描き方とかもやっぱりすごくグロテスクで、ある人はなんか喉元に口みたいなものがで,できてみたいな。あ、そう、今ね、うん、画面で見せていただいた顔がね、もうちょっとこう、だいぶ崩れてしまってみたいな、なんかイボができてみたいなところとかもあるし、こう尻尾が生える人が、 出てきたりだとか、うん、なんか本当その、なんかいろんな機景の描き方みたいなものも、やっぱすごくゾッとするような、あの、ところっていうのがすごくあるし、あのー、最初読んだときはやっぱ、あの、こういうふうに言っていいのかあれなんですけども、はやっぱ気持ち悪いみたいな、うん、そういう <laughs> 印象で終わってしまったんですよね、一番最初に読んだときは。で、 で、まあこれ何回か読んでも、もう、もう一回やっぱ読み直して、うん、で、この伝染病っていうのが、やっぱこう若者にしかかからない。うんうん、で、やっぱ性行為を、こう、 なんていうの媒体にして、どんどん広がっていくみたいな、うん、そういうこ、かなり特殊な、あの、伝染病で、うん、やっぱその中には、こう、若者たちが大人になることへの嫌悪感であるだとか、個性への嫌悪感であるだとか、うん、だから多分そういうことが、こう、 あの、なんていう、比喩的に描かれているんだろうなとは思うんですけれども、うん、これ正直私ね、まだね、なんかね、こう、すっきり読めたっていうところまで行ってなくて。<laughs> あ、なるほど。なんか。 この、なんかすごいもやもやする、この、この日々がこう、一体どう、どういうことなのか、みたいなところが、うん、まだちょっと、なんかね、尺前としていないところとかもあって、うんうん、で、やっぱなんかちょっと気持ち悪いけど、なんかその若者たちの、こう、息苦しさみたいなものも伝わってくるし、ああ、でもやっぱり気持ち悪いみたいな、<laughs> うん、なんかそういう、こう、毒語感のある、 作品ですねなのでちょっと、はい、原さんの意見とかも今日聞きたいなと思って、はい、今回を望んでおります。はい、あの僕もともとねももとと文学を勉強してたわけですけど、<あ>で僕、はい、幻想文学って言われるタイプの文学がすごい大好きなんですよ。は、うん、はい、はい、で、えっとまあ、幻想文学の一角には、まあ、こういった、えっと、フリックスとかそういうのを扱ったものもあったりはする、うん、だからもともと、うんえっと、僕は こういうのに対する苦手意識が全くない <laughs> という大前提です。なるほど。はい、はい。で、えっと、この作品についてやっぱりアートが本当に特徴的で、えっと、も、うん、見たら一発でわかる絵ですよね。あの、<や>チャールズ・バンツの絵は。いやもう本当そうだと思います。このはちょっと他に、ま、まあ、真似しようとしてる人もいるかもしれないですけど、やっぱ真似できないオリジナルですよね。やっぱこの 描き方ね。うん。もう、シグネチャーみたいな感じがある。えっと、はい、あ、そして、だから影響力も結構あるんだと思うんです。えっ、ー、と、ま、真似って言い方がいいのかどうかわかんないですけど、影響を受けて、えっと、近いようなことをされてる方結構いらっしゃると思うんですよ。で、僕、あの、なんかこう、例えばここの帯にね、日本語版の帯に、ね、もちづきみねさんと金子こさんの名前出てますけど、はい。やっぱり、お二人のお仕事って、ちょっとチャールズ・バーンズ想像したりするところあるんで、 参照されてるのかなとか、はい、あと、んなんかちょっと思うのは、まあ、だ漫画そのものっていうより、やっぱ一枚絵とかの時だけど、あの池井中卓球部の古谷るとかね、おはい、古谷実なはら、たぶんすごく自覚的にこの辺を摂取してるんではないかと僕は思ってますけど、作ってるわけじゃないんで分かんないけどね。はいはい、っていうね、だからそういったまあ絵柄の部分の魅力は素晴らしい、そしてやっぱりこの、えっと、まあ、 すごい、えっと、パッキリした、なんていうか、白と黒。そして、この黒の部分の艶やかさあそうですね。は、やっぱ、かっこいいので、これ好きな人はすごくいるんじゃないかなっていうふうに思う。この作品がどれだけ売れたかとか、どれだけ生まれてるかは、ちょっとよくわかんないけど、もうアートの部分だけでもやっぱり、えっと、わ、かっこいいって思う人絶対いるはずなんで、 だからよ読んでない人は相当いると僕は思いますけど、読んでないんじゃないかと想像してるんですけど、えっとはい、読まれたらいいのにってのはすげえ思います。でうん、えっと、これギミックとしてもちょっと面白くてね、あのこのブラック、どっちが表なのかもよくわからない感じだけど、まあ、こっちにバーコードがあるからおそらくこっちが表なんでしょう。こういうような感じの表紙なんだけど、ここを向くとね、えっと、 こんな感じでね、その感染症に移った、えっと、怖い感じが出てたりとか、はい、それからこう、えっと、このね、見返しのところにもこうやって、はい、えっと、物語の中でも、あの、なんて言うんですかえっと、イヤーブックって言い方してたっけこういう卒業アルバムみたいなやつ、はい、なん出てくるんだけど、はいはい、まあそれ、それの手ですよね。<ー>で あの、ここに出てきた人物が全部出てきてるわけではないんじゃないかと思うけど、はいえっと、こういうふうにね、裏側にやっぱり感染症にかかった、ちょっと角みたいに入るとかね、うそ,うねそういうのが、えっと、あったりして、まあ、そこもちょっと面白い、えっと、工夫のある、はいえっと、素晴らしい、えっと、作品だなというふうにまず思います。うんえー、で、うん、えっと、あとは、そのやっぱ感染症のところですよね。これあの、 後書きでね、えっと、シーナさんが簡単に触れてくれているけれど、うん、えっと、作者は自身はだから、これをやっぱ読んですぐに思うのは、エイズのこととかだと思うんだけど、うん、必ずしもエイズの比喩とかっていうことではなくて、うん、やっぱり10代に特有の、えっと、性というもの、えっと、そこの象徴、うんえー、っていうことだというふうに作者が言ってるっていうふうにね、えっと、そういうふうに言われてる。でもやっぱさ、なんかこう、 これが出たのは2013年で、はい、2013年とかだと、エイズってやっぱ結構遠い。うんうん,うんうん。ですよ、僕らにとって。うんで、えっと、まあ、個人的に、あの、なんかこう、80年代、90年代のことをよく覚えてる人もいるかもしれないし、えっと、そ、はい、ういう人もいるかと思うけど、まあ、特にそういうのがなければ遠いもの。でも、やっぱ今だとさ、あのー、そのコロ、新型コロナウイルスを経過してるんで、う だからやっぱ、はいあの、エイズってものに対する意識みたいなのも、まあ、この人によるとは思うし、僕は、僕自身、青い薬っていう作品を翻訳してて、さらには、テイキング・ターンズっていう作品がね、うんあのー、サウザン・コミックスの第2弾として出てたりするから、ちょっと意識が違うけれど、はい、でも、新型コロナウイルス経過すると、やっぱり感染症っていうものに対する、えっと、眼差しもだいぶ変わってきてて、 うんやっぱこの作品は、まあ、作者はだからそこのエイズとかとの関連はないとは言ってるけれど、えっとはい、ある種差し迫ったものみたいな感じに、改めて読んで感じられましたね、今回ね。うん、確かにそうですよね。だって今おっしゃっていただいたのが、オリジナルはやっぱ90年代から書き、書かれている、95年からってなると、確かにやっぱエイズ、まあね、作者がそう言ってはいるものの、やっぱちょっと。 そういうのをこうね、感じながら、あの、当時読まれてた方は、あの、ね、感じられていただろうし、うん、で、確かにコロナウイルスがあって、やっぱ伝染病とか、その人との、人と人との接触みたいなものが、やっぱ一時期、もう今だいぶね、雰囲気はだいぶ変わっちゃいましたけれども、やっぱそう、あの当時のこととか思うと、やっぱなんかこう、 なんですかあの知らない人とコミュニケーションをとること自体もなんかちょっとはばかられるみたいな,、うん、なんかああいう雰囲気感もありましたし、うん、そうですねその伝染病の恐ろしさみたいなそういうのがすごくやっぱちょっとあの違う,うにこうに読めますよねこの中のね。っていうのは改めて今回読み直して思った。僕 もちろん出た時に一回読んでんですけど、あ、さらに言うとね、うん、俺これ英語ってんだと思うんだよな。英語版単語に出てすぐぐらいに借りて読んだ気がする。あ、本当ですか、えー、これとね、あと、うん、あ、でも違うな。やっぱ違うか。えっ、ー、と、何冊か読んだんだよな。<laughs> ちょっと潤いだな。<laughs> はい、えっと、ファンホは読んだんですよ。ファンホ同じぐらい2000年代半ばぐらいに出てるんですけど、ファンホと、 ラブロケッツだったかな。なんかでもその頃、海外漫画に興味持ち始めた頃で、現象を持ってる人から借りて読んで、で、えっと、その頃にやっぱりこれ、だから出たのは2005年なんでね、単行本が。はい。やっぱちょうどその頃に話題になってて意識に上がった。でもやっぱ読んでないかな。で、えっと、こうやって日本語版が出て読んだ時に、うん、えっと、その時はね、思ったほどすごくないかなって思う印象を持った。<ー>なんか世界中の傑作、世界中で傑作っていうふうに言われてたから、 そのなんか期待値から言うと、そう,いうかなっていう印象だったんだけど、はい、でも今回すごい間空けて改めて読んだら、すげえいい作品だなっていうふうに思いました、うん、僕は。おなるほどなるほどと。とてもいい作品だなっていうふうに思ったな。で、それはやっぱだからさっき言った新型コロナとかがあったとかっていうことが大きいのかもしれないし、うん、とかまあ僕自身がもう年を取った結構ね。 えー、っていうことがあるのかもしれない。それで結構、なんていうか、距離をとって冷静に見られるとか、そういう、もうすでに、これ初めて読んだ時は中年でしたけれども、もっと中年、はい、高齢者になってるっていうことなのかもしれません。なるほど。はい。そういうことも、あ、あるのかもね。で、全体的にやっぱいい作品だなっていうのはすごく思った。で、やっぱり、えっと、この物語の、あの、まあ、大都市ではないですよね。おそらくね。 地方都市ぐらいな感じで主人公は高校生ぐらいなんで高校生ぐらいだとできることっていうのもやっぱり結構、限界はある、まあ、とはいえこの子たちっていうのは車に乗ったりもするんだけれどもとはいえ、やっぱりその自分が親,も親の存在も結構そう大きな存在として出てきてたりするんでそれぞれ登場人物たちが親がっていうこと結構言うんですよね。はい、うん やっぱ自分たちができることに結構限界があるっていう、その閉塞感みたいなのは、やっぱりつ、うん、常にある。で、そこから抜け出すっていうようなことは結構大きなテーマとしてある感じはしていて。うん、いや、本当に。うんで。そこはちょっとゴールストワールドとかにも近いっすよね。ああ、確かにそうかもしれないですよね。うん、やっぱこの中でそういう、なんか若者だけで、こう、なんていうの な逃げ、逃げ出すじゃないですけれども、うんうん、その、あの、なんか、たもろ、たもろをするような場所を求めていたりだとか、あと、やっぱこの伝染病かか,かってしまった人々っていうのが、まあ、あの、もしかしたら、あんまり詳しく書かれてないですけれども、やっぱ家に居づらくなってしまったって、みたいな感じで、うんうん、こう、逃亡して、まあ、森の中で暮らす、みたいな、そういう、こう、逃げ出したいみたいな、そういうのがすごく感じますよね。 感じるでまあ、うん、でもさ日本で例えば新型コロナウイルスの時だってコロナに感染した人に対するあ種の差別的な感覚とか、うん、それから3.11の時とかも福島の人たちに対するそういったものとかっていうのはいろんなところで話題にもなったけどじゃあだからといって、うんえっと、森の中で暮らすみたいなことが僕らにとって今それがリアルにできるかって言ったら。 それはなかなかできないと思うんですよ日本ではね。うん,うんうんうん。絶対できないとは言わないけど、なかなかない。だそれがなんかこう、こういうふうに描かれてるっていうのはやっぱちょっとアメリカらしいなと思った。あ、確かにそれはそうですね。う,ん,うん。まあやっぱヒッピーとかそういうのの記憶みたいなのもあるだろうし、実際でもそういうことも今も可能なのかどうかちょっとわかんないけど、アメリカにおいてさ。ドロップアウトするっていうこととか。ーはーい。でもヒッピーも 日本にだってね、あのかつてはあったわけで、うん、東京とか、うん、にも。はい、うんでやっぱ時代の違いってことかもしれないけどな。うんあと場、やっぱ場所の違い、やっぱ先ほどおっしゃったように、ちょっと田舎、まあ、時代とかではないっていうところもあって、そういうふうにちょっとこう近くに森みたいなものもあってみたいな。でそこで まあ若者たちがやっぱりこう、なんていうんですかね、その、まあ街中だとか親の間にいるのが息苦しい子供たちが、こう、隠れ家的に避難場所みたいになっているみたいな。うんうん、そういうのは、こ、まあの伝染病がなかったとしても、まああったのかなみたいなことをすごく感じますよね。そうですね。で、例えば居場所がない、えっと、子供たち。まあそれは小学校、中学校、高校生とかぐらい、全然やっぱ日本にだっていると思うんですよ。うんうんうん で、そのなんか逃げ場所みたいなの、逃げ場みたいなのはなかなかない、えー、とは思うんだけど、うん、逆に言うと日本では。まあ漫画的な想像力で言うと、やっぱそういうような、えーとうん、場が漫画の中で作られてるっていうのは、ちょっと胸に迫る部分があるっていう、はい、そういう読者だっていても全然不思議やないなっていうふうに思うな。 うん、なんか、あのー、ほら、さっき、まあ、えっと、古谷実の名前出しましたけど、えっと、はい、池稲中卓球部の、えっと、はい、彼の池稲中卓球部の次の作品が僕と一緒っていう作品なんですよ。で、僕と一緒って作品って、うん、えっと、北関東かどっかで元々暮らしていた兄弟が東京にやってきて、はい、え、それで、えっと、なんていうのあの、不老者になるっていう話なんです。はい で、家がなく、そこでしばらく、えっとな、仲間がさらに2人できるんだけど、中学生、はい、高校生ぐらいの仲間。うん、えそれで、えっと、路上生活をしているうちに、まあ、ある下町の、えっと、家に迎え入れられていくっていう話なんだけどさ、結構、地続きかもって意味に持ったな、<laughs> この作品なるほど、<laughs> なるほど、それはそうなのかもしれませんよね。ね ちょっとそこは面白いところではありますけどね。あで、あとはまあや、まあ、やっり、うん、あ、どうぞどうぞ。あ,あ、いいですかなんかね、とはいえ、やっぱこれ私がやっぱなんかね、咀嚼しきれないというかわからないみたいな部分っていうのがいくつかあって、例えばあの、なんか森の中に、 気持ち悪い人形が飾ってあったりとかするじゃないですか。ねね、まあ、なんか、なんていうんですかね。ホラー映画とか、ホラー漫画とか、ホラーゲームとかになんかありそうって言われたらありそうなんですけれども、うん、なんかあれが一体何を象徴してるのかみたいなところとかっていうのがすごい、なんか最後まで読んでももやんみたいな感じで終わっちゃったりとかして <laughs> こう、こういうのってな、な、なんですかね <laughs>。ね、縛り付けてみたいなね。はい、そうなんですよ。 思わせぶりな感じですよねいやーそうなんですよねな何かあるのかみたいな,なんかちょっと呪われた何かがあるのか <laughs> <laughs> どうなんでしょうね、まあ、ちょっと一種の脅しみたいなこととかねでやっぱこれあの若者同士の,その恋愛感情のもつれみたいなものも結構描かれていてあ<ー>である、はいえっと、登場人物がねあの結構そこで重要な役割を最後果たしていくわけだけれども やっぱその子の、なんていうか、ちょっと最高的なところが出てるっていうか、そういう感じなのかしらね。うん、ね、そうですよね。ちょっとどういう感じなのか、なんか、これ、これはすごい、最後まで謎に <laughs>、私は残ってしまいます <laughs> <laughs> まあまあまあ、確かにそういうところはあるかもしれない。で、やっぱでもそういったなんかこう、うん、ギミック、なんつったらいいんだろうな、あの、オブジェの面白さみたいなものとかっていうのも、うん でも結構この作品の、はい、あの、何ていうか特徴の一つっていうかさ、この作品結構面白いのは、やっぱり、うんはい、イメージの連鎖みたいなのをすごいやっていくんですよね。 なるもう冒頭からなんか炸裂してるっていう感じですけどね、このなんかこう、カエルを引き、なんていうか、解放するみたいなところから、足の裏のこの傷跡みたいな、それからあと背中がこうめくれるみたいなイメージとか、なんかこう必ずしもすでに起きたことだけではなくて、えー、だからフラッシュバックだけじゃなくて、あ、えー、と、はい、せ後書きの中で椎名さんが言ったけど、フラッシュフォワードみたいなね。 これから起こることみたいなのがフラッシュとして出てくるみたいな。で、このなんかこう、イメージの連鎖、隠有的な連鎖みたいなものとかは結構随所に出てきてて、だからなんかこう漫画の空間をすごく、えっと、面白い風にしてるのもあるなと思ってて、なんかそういうようなものの一環みたいな気もしなくはないですけどね、うん、そういったね、そうですね。 えー、それこそなんか今、フラッシュフォワードみたいな話もされましたけど、結構このストーリー自体が、なんか事件率で進んでいるわけではなくて、こう結構ね、行ったり来たりというか、かかかこれは過去の話なのか、ね、今現在はどこなのかみたいなところが、ちょっとわかりにくいところとかも出てきたりはするんですけれども、なんかそのね、これ出てくるクリスの多分、 あの過去の話みたいなのが突,突然始まってみたいな、そういうのがあったりとかもしていてね。そこら辺は確かにちょっとなんだろうな、なんか慣れないと、こ今どこだみたいな感じになっちゃうところはあるかもしれないですよね。そうね。だからなんか映画とかで言ったら、やっぱデビッド・リンチみたいな、そういう,うん、うん、雰囲気とかもちょっとあったりするのかなってう思うところですよねうん、うん。うんうん、確かに確かにそうですね。うん。 そうだなで僕はやっぱね、この感染症のところの、えっと、感染症の症状が一律ではないじゃないですか。その規定の形は本当にあの無限にある、はい、ということは示唆されているんだけど、やっぱそこの、うん、ここがだから、えっと、気持ち悪い部分でもあり、はいえっと、なんて言うか、な,なんて言ったらいいのか、身体性があるっていうかさ、 だから、すごくアクチュアルに感じられる部分でもあって、<ー>そ、そこの、やっぱ気持ち悪さとか、はい、え、しんなしさを感じる部分はすごく秀逸だなって僕は思ってて、この作品は。例えばやっぱりこの皮がむけてしまうっていうクリスのね、症状。うんうん、うん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 。背中からまあビリって破れて、で、もうずるむけてしまうわけですけれども、まあだからといってなんかこう、はい、えっと、 皮膚がない状況にはならないっていうかね、いきなり筋肉が現れてるわけじゃなくて、またその下には肌があってっていう、えー、こういう感じとか、それから僕ね、はい、これ作品を初めて読んだ時はすげえいいなって思ったところって、これどっち人物の名前なんつったっけ、はい、リス、あ、リサじゃない。えっ、ー、と、名前忘れちゃったけど、はいえと、このキースっていうね、あの主人公の男の子が途中で出会う、えっ、ー、と、はい、尻尾が生えた少女。ああ、はい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 。いや、これね。 エロいですよ。<laughs> <laughs> 尻尾。<laughs> これね。確かに、確かに。はい。キね、キースもかなりこう惑わされますもんね。この彼女にね、魅了されていくみたいな。<laughs> いや、これね。で、なんかこう、ちょっと、あの、なんかこう、あの隠してね、えっ、ー、と、こう、う<ー> <laughs> ハイトなあのスカートとかで <laughs>、こう、折、はい、ったりすると、ここが動くみたいな。 うんとても良いですね,このね <laughs> なるほど。ああでも確かにその危険の具合がなんかその人のこう本性みたいなものを描いていくみたいなのはもしかしたらあるのかもしれないですよの やっぱあの、えっと、クリス、クリスがそのね、こう、脱皮するみたいなのも、こう、な,なんて言うの違う自分になりたいみたいな、生まれ変わりたいみたいな、<ー>こう、感情があるのかもしれないし、今はちょっと、あの、パッと思いつきで言ってるんですけれども。なるほど。あとなんかもう一人、やっぱログっていう、この喉元に口がある、あの、男、はいはい、あの人もなかなかすごい印象的な、こう、機形なんですけれども、やっぱその人も、 なんかあの、こう自分の本音を本当は言いたいけども言えないみたいなものが、<ー>この元の口から思わず漏れてしまって、まあそれであのなんか彼女と揉めたりとかするんですけど、<laughs> なんかやっぱでもそういうこうなんか秘密を隠しているのをこう言いたいとか、なんかそういうこう欲望とか本性みたいなものがこの危険に現れてしまう。 みたいなものもあるのかなって。そういう観点で読んでいくと、なんかもっとこう深く読める感じしますね、確かにね。そうですね。だから一種ね、スーパーヒーローの因果的な感じっていうかさ、あの、なんかスーパーヒーローのスーパーパワーってポジティブな形で発揮されることは多い木ですけど、はい、えっと、はい、それがネガティブな形で出てるっていうか、はい、なんつったかな、えー、なんとかフィードラーっていう人のフリックスっていう本があるんですよ。おはい。 けんまあ、研究所とうかなんつったらいいんだろう。そういう、そういう、なんかこう、いろんな映画とかに描かれるフリークスとかそういうものについていろいろ論じてるも思んですけど、はいそ、そこでまさにそういうようなことがね、あのー、言われてた。スーパーヒーロー的な、そういうなんかこう、若者ならではのパワーの、ある種の、なんていうか、表現としての、まあ実際の、うんうん、なんていうか、形ということではなくて、うんうん、えっと、なんていうんですか、表彰された、 えと絵画とかね、あと映画とかに描かれたそのフィニックスっていうものについて、そういうことを言ってたりもありましたけどね、うん、だからなんか、これなんかまさにそういうことを結構想像させる。うん確かにそうですよね 本当ですね。ちょっとすいません。私がなんか気持ち悪い、気持ち悪いと言って、あんまり深く読み込んでない。い,いやいやいや、まあ、でも第一印象は重要でしょ <laughs>、はい、今日のお話を聞いて、だいぶなんか理解が深まりました。そうですかあのこ今回さ、改めて読んで、<laughs> こん麻薬やってたっけって思ったんですよ、僕。 あすっごいドラッグやってるんですけどであらゆる種類のドラッグをやるんだけど、はい、まあアメリカのねなんかこうフィラデルフィアのなんかこう YouTube とかでさなんかこう動画撮影したやつでさ街の中でみんななんかこうゾンビみたいになってるみたいなのがあるんですけどそれはだからね、はい、あのそういうドラッグやってる人たちの姿でだからアメリカにはそういうふうな一面もあるんだろうなってのは思ったりしたんですがこれだからドラッキーな描写が結構いいんですよ。 こういう魚館カメラみたいな感じで、えっと、描いてる。そのドラッグやって、そこから、あの、家から外に出て、みたいなところ。今回、あの、すげえいいなって思ったところだ。ああ、なるほど、なるほど。うん、そうですね、確かに。いや半分くらいやっぱ、なんか、ラリってますもんね。ラリってる、ラリってるで、ね。で、さっきね、原さんがエロいと言っていた、あの、この女性が、 アーティストでなんかその人が作っているアート作品とかもかなりドラッキーというかすごいんですよねちょっとだいぶグロテスクなあの気持ち悪い感じでそう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  <laughs> メンヘラみたいな感じをすごい思わせるんだけどそ,そこではでも一方で最後の方でさ、はい、あの彼女が、はい、えとそのアーティストと一緒に街を出るじゃないですか。こここのところでねなんかこう なんていうか、太陽の元えっと、絵を描いてるシーンとかあったりするんだけどさ。うんああ そことかさえなんでこんな感じになってんのみたいな,なんかこの落差めっちゃ面白いみたいな <laughs> あん、ね、でして裸で,で、ね、<laughs> しかもなんかツインテールでツインテールしてみたいな,なんかめちゃくちゃ可愛らしい感じになってるんですよねでもう尻尾あるみたいなねこれちょっと最高だなって僕は思いますけどね、うん、こういう、うん、いやそこら辺のやっぱなんて言うんですか楽,楽,さ楽さって言っていいのかなまあでもそういう、まあ、いろんな面がやっぱあるっていうことですよねこのね キャラクターの中、ね、いやー、ほ、ね、<laughs> んとなんかでも、あこれでもやっぱ何,何回も読んで、やっぱりいろいろなこう気づきのある、この作品もやっぱいろんな気づきのある作品ですね。<laughs> あの、なので、本当ぜひ、あの、一読して気持ち悪いって私みたいに思った人も何, <laughs> 何回か <laughs> 読んでいただけると、多分もっといろんな発見がある作品だと思います。はい。 という感じで、えー、今日の海外漫画の本棚はこの辺りで終わりにしたいと思います。えー、今回取り上げましたブラックホールは、そしけサモ森でもお読みいただけます。お近くにおいでの方はぜひお店にお越しください。で、次回はですね、私の方のおすすめ作品で、こちらですね、今度あの、出る作品ですけれども、マイア・コベーブさんのジェンダークイアを取り上げたいと思います。読んだことがある人もない人もぜひお聞きください。 海外漫画の本棚は毎週金曜日夕方にお届けしております。あと原さんとご一緒に海外漫画ラジオという海外漫画にまつわるニュースや雑談をするポッドキャストもやっております。そちらは毎週火曜日と木曜日12時更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。